マスクッキング、今日やる料理はね、じゃじゃん、大根ですよ。大根ね、ちょっと1本もらったんだよね。で、これさ、どうしようかなと思って、ちょっと食べきれないなーなんてもうちょっと思ったんだけど、まあそういった時はもう皆さんやっぱ常備菜だよね。もうちょっと一気に作って、まあちょいちょいこう食べれるような感じで、今日はね、人参と一緒に大根のきんぴら、これしっかり作っていきたいと思います。じゃあ調理スタート。はい、じゃあ今日の材料説明いきますね。まあ大根1本ね、それからちょっと人参1本、これでやっていきたいと思います。じゃあ調理スタート。さあ、じゃあ早速やっていきますか。でね、少しね、2、3日おったら少ししおれてきちゃったんだよな。だからこう、あんまりちょっと元気のないところはちょっとあれなんで取っといて、でこの葉っぱも使うからね、これも取っといてください。ほんで、まあさすがに1本全部やるの多いか。ちょっとこっちは他の料理使おうか。じゃあ3分の2っていうことにしておきましょう。それに対する人参もさ、これだったら半分ぐらいにすっか。じゃあこれ、人参の方は半分ね。じゃあこの分量で今日はやっていきたいと思います。そしたらね、今日ちょっと全部皮ごといっちゃうんで、ちょっと洗ってみますね。はい、洗ってみました。はい、そしたらね、これでよいしょ。これだと、まあこれで4等分いきますかね。こういう状態で、で長さ大体合わせるってことで、じゃあこっちは半分ね、こんな状態で大体この長さを合わせるね。でそしてあとはね、全部同じ切り方してほしいんだけど、でこれをね、皮ごといっちゃうかな。皮ごと今日はいっちゃう。でこの切り方なんだけど、こういうふうにこう縦にこう線入ってるじゃないですか、大根ね。だからこう縦に同じように繊維に沿って切っていきます。でこの方が歯応え楽しめますね。でこういう状態で大体そうだな、3ミリぐらいの幅のがちょうどいいかな。 このぐらいの、見た感じで分かってもらいたいんだけど、こんな幅ね、こんな幅で、でこれをまたこのまあ繊維がこういうふうに取ってますから、これに対して同じぐらい、こういう状態ね。よし、このサイズ感見ておいてください。このサイズ感で、まあ、3ミリ幅ぐらいですかね。はい、これでこれを全部切っていきます。はい、大根切りましたと。はい、そしたらね、人参の方もこれも皮ごといっちゃいます。でこれも大きさ揃えてください。大根と同じ厚さのイメージで切っていきますよ。これも同じですね、こんなイメージで厚さをこう揃えるっていうのが大事ですからね。はい、はい、これで大根も人参も切り込み終わりました。あとはね、葉っぱね、これもちょっと洗って、葉っぱもさ、すごい美味しいから、これ絶対捨てちゃダメよね。で葉っぱがさ、もっといっぱいついてるやつが欲しかったな、本当。まああんまり葉っぱいっぱいついてるの売ってないけど、葉っぱがうまいのよ本当に。これは絶対ね、入れた方がいい。でこれでまあ大体切り込み終わりですね。よし、じゃあね、切り込み終わったんで、じゃあ早速ね、仕上げていきたいと思います。よー、じゃあ早速やっていきますよ。でね、この量だからね、きんぴらなんで、まあ、ごま油ですね。ね、わかりやすいようにさ。よいしょ。そうだな、2杯分ぐらいは必要だな。はい、ごま油2杯。はい、そこに、鷹の爪、唐辛子の輪切り。これはもう、きんぴらなんで、これはね、お好きな感じで、輪切りは、まあ、1つまみ、2つまみぐらいいっても、ここは辛さはね、自分のお好みにしてくださいね。もうそこをこれでも入れちゃって大丈夫です。よいしょ。で大根の葉っぱだけはもう色目をね、ちょっと鮮やかに出したいし、火の通りがちょっと早いんでね、これは最後に入れます。そしたらもうこれでね、しっかりこうやってこうゆっくり油を回していきます。3分の2でこの量だからさ、1本やったらちょっとこのフライパンじゃきつかったよね。まあそしたら鍋でやればいいだけの話なんですけど、まあやっぱ結構量できるよね。大根とかもう1本単位でめっちゃ安く売ってるから、絶対そっちの方がお得なんだよね。
なんだけど、じゃあどうすんのって話になってくるんですよね。ね、やっぱり安く買って、でこう作り置きするっていうのがね、やっぱいつもの食卓のこの知恵じゃないかな。ちょっと2、3日ね、持つようなお惣菜にしちゃえばさ、でっかいの買ったも絶対得だよね。はい、こんな感じでしっかりね。終始火加減は強火で大丈夫です。さあこんな感じで全体にもう油が回って、まあ少しね、大根がこうなんとなくこうツヤっぽく見えますよね。これもう油がこうちょっと全体に行き渡るとこういう風にツヤっぽい感じになってきますね。はい、そしたらあの味付けいきますか。でいつも言ってるけどこのね同割りの法則ね、醤油、みりん、お酒は全部同割りです。まずはいきます。でこの量なんでちょっとね3倍だな、3倍欲しい。3倍ずつ同割りでまずいきます。大さじ3杯、酒、醤油、みりんは同割りです。はい、そこに対してお砂糖をどれぐらい入れるかっていうのは、こう甘さの感じは皆さんお好きにやってほしいんだけど、まあお砂糖はあの少し少なめが好きなんだよね。大さじ1杯、1杯半ぐらいだな。でいきます。はい、はい、これでいきます。はい、さあこれでね入るもの入ったんですけど、最初どうしてもこのねすごく汁が出るんですよ。この大根からの水分がすごく最初出てきます。あとは今ねお酒とみりんと醤油も全部液体なので、まあ、ちょっと見えづらいかもしれないけど、このような状態でこうしっかりこの水分が出てますよ。これがなくなって蒸発して全体に染み渡って、これはもう今全然落としてないじゃないですか。最終的にはその吸い込む部分がなくなってごま油のあの油が表にできてちょっと炒めてるような音になってきます。でそこまで入れ上げるのがこれコツですよ。なんでこのままねちょっとしばらくちょっと時間かかるんですけど、根気よくこうやって水分飛ばしながら炒めていきます。はい、どうですかね、根気よくねしっかりね、まあ時間にしてどうだろう、5、6分こう根気よくこうやってるけどね、焦げないようにこうねしっかりこうやってこう面倒見ながらこうやってやっていくと、ほらさっきまで汁があったのがほら全然なくなってきて、それと同時にまず音が変わってきます。もう音がこうバチバチ跳ねてこう炒めてる音に変わってきますね。はい、これこの状態まで来るともう結構そのなんていうのかな、大根にしっかり調味液が染み込んでいい感じですね。そしたらこの状態で一旦ちょっとだけ味見しますね。失礼します。うん、いいね。でいいんだけど、ほんの少しもうちょいしょっぱいのが好きかな。でここで最後の調整は皆さん自分のセンスでやってくださいね。ここでしょっぱさと、で基本はだからさっき言ったみたいに同割りでやって、最後の最後のところでちょっと塩味が欲しかったらお醤油、あとは砂糖とかでこうね最後の調整して自分好みにしてください。ここでは慎重にあの味見してね、何回も味見して、あここだなっていうのをこう決めてください。うん、いいですね。で自分なりの味がこれでいいなって決まったら、ここで大根の葉っぱ入れる。ね、そしたらこの大根の葉っぱはこのもう彩りも鮮やかですし、味はねもうすぐ入りますから、でこういう状態でね、ね見てください、この大根がもうしっかりこの味入ってる証拠で、こうなんていうのかな、こう透明になってるよね。うん、この状態がいいんですよ。まあ結果的にねお醤油多分大さじ1杯ちょっとぐらい追加したぐらいかな。全部同割りだったんだけど、最終的に醤油だけ大さじ1ぐらい追加になってたね。うん、それぐらいでちょうどよくこの塩味が決まりました。はい、ってことでこんな感じで味を調整してしっかり味が染み込んで、こうやってね音が変わってきたら、はいもうこれで完成となります。はい、そしたらね、はい、出来たてのこれをね、まあ器に盛り付けて好きなだけね盛り付けましょう。こんな感じで、まあこんな感じで盛り付けて、あとはね残ったやつはこうタッパーなんかにこう入れてね保存しとくといいですよ。よし、はい、こんな感じで、はい、器に盛り付けて、で最後の最後にね、これも合うからごまね、ごまなんかもこうやってこう振りかけてあげて、はい、こんな感じでねごまなんか振りかけてあげて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、研磨式超簡単、大根のきんぴらの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よっしゃね、
早速ね食べてみたいと思います。今日の感じこれだよ、この感じだよ、見てください、これ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 、いやー美味しそうだよねこの感じ。出来たてでまだ湯気がビンビン出てるけど、じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム、皆さんお疲れ様でした、乾杯。美味しい、もう毎日楽しい、へへへ、ってことでじゃあ早速食べてみたいと思います。お湯いただきます。うわー美味しそうこれうん、これはもうめちゃめちゃ美味しいすごい美味しいね。もうほんとシンプルなんですけど、大根の良さがすごい出てる。やっぱりこうシンプルなんだけど、なんていうかシンプルだからこそいいっていうのがあるんだよね。人参とも合ってますし最高っすよね。いただきます。うん、甘じょっぱい感じね。実はこの料理、もちろんこの今のこの出来たても美味しいんですけど、なんとなくねこう冷めた方が味はグッと決まりますよ。今のこの出来たてを食べるのも素敵なことなんだけど、冷めても美味しいという利点があります。うん、これは本当にね、さっき動画でもやってたけど、まあポイントはね、まあ同割りのその法則使ってやったのはいいんだけど、最後の調整っていうのはやっぱり自分の味加減なんですよね。いくら割りをきちんと決めても最後の最後の爪の部分は皆さんしっかり自分の味加減でしっかり味見をしてやってみてください。これでさらに冷めるとまたさらに味がグッとこう濃いなっていう味には感じるはずです。ということで今日のこの簡単料理ね、旬のこの大根たくさんもらったり買いすぎたり、まあ一本の方が安いななんてことがあると思うので、まあ、いろんな料理に活用してぜひね、あの一本買いしてこれ大量消費できるこの大根のきんぴらなんていかがでしょうか。孫の代まで伝えて、研磨式超簡単、大根のきんぴら、はい大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。